はい、こんにちは、トイハッピーです。今回の動画は妖怪メダルステージ3、サブタイトル新章発見ジャポンの国からこんにちは。ステージ3です。全部で20種類、ホロ7種のノーマル13種、うち歌メダルが3種ということでね、この歌メダルだけはなんとかね引き当てたいところです。デラックスウォッチで遊ぶ際はバージョン4以上で遊べるということで、更新しなければ遊べません。はい、2041、こちらの番号は2041、続いて後ろの番号が3951-3215。なんかまたド派手なパッケージですね。すごく楽しそうなパッケージです。なんか見たことのないやつもいますね。真ん中のやつ誰だこれ。ん？あれ、これ中央のはレジェンドメダルということは、パッケージの一番上の真ん中にいるのはレジェンドの人。あ、これもあるんだ。ちょっと驚き、出たらすごく嬉しいです。出てくれるといいですね。ということで24パック、まずは最初の12開けていきます。出てくれると嬉しい。一発目は何でしょう。お、歌メダル来た。ピントコーン。そしてもう一つは何だこれは。自己嫌悪。しょっぱなピントコーンは幸先がいいです。歌メダルまずは1枚、残りは2枚ですね。続いて2パック目、ほい、あ、これかわいい。なんだこれ、太鼓持ち。そしてもう1枚が、あ、ホロメダル。魔天王、魔天王、どっちでしょう。なんかパッケージにいるやつですね。じゃあそれにしても太鼓持ちすごくかわいい。続いては、はい、たらい回し。本当名前考える人ですごい。そしてこちら、かくさん。いや、それにしても太鼓持ちの可愛さはちょっと異常ですね。続いてはこれ、あ、また来た太鼓持ち。これ結構ダブっても嬉しい。そしてホロメダル、生々ハゲ。いや、今のところ順調ですね。そして次なるメダルは、ほい、あ、またかぶってないのが出た。なんだこれ、ポン。ちょっとパッケージで見えない。漢字は骨、あ、ポンコツですね。そして賀来さん、はい、続いては、はい、あ、ホロメダル、桃太郎ニャンだ。有メダルの桃太郎ニャン。そしてもう一つは、なんだこれ、オレ竜。新しい妖怪もバンバン出てきますね。では、お、なんだこりゃ、神隠し。その神隠されたらまずいでしょう、本当に困ります。これは隠さないでほしいな。そしてもう一つが口滑らし。さあ、ウォッチもね、更新をしなきゃ新しいのが使えないんだけど、あれ、あ、来た、歌メダル、いろいろ作ろうバー Z。 名前問題ないのかなと思いますね。吹雪姫が可愛い。そして神隠し、そうそう、で更新しちゃうと古いバージョンに戻せないので取り付きボイスが聞けなくなっちゃうんですよね。あ、冬のパッチン、嫌がらせ、静電気ですね。そうで、更新前までに取り付きボイスは全部聞いておかなきゃならないっていう状況なんですよね。あ、お蔵入りが出ました。そしてもう一枚はオレ竜。この段ではレジェンドと残り1枚の歌メダル、これだけは出てほしい。はい、あー、太鼓持ち、これは許せる。静電気、これもなんか多いな。はい、そしてラスト12番目、このパックには、あ、来たー、歌メダル。そしてもう一つがノーマル、あ、初めてですね。キリスギリス、キリスギリス、言いにくい。あっちーソウルブラザーズ、これはあれですね、吹雪姫投入したらみんな嫌がる、あのサウナのお話が蘇ります。できればコンプしたいんだけど、まあ、せめてレジェンド、これは出てほしいところですね。歌メダル3枚はもう出ましたので、あとはレジェンド、あわよくばコンプ狙いたいところです。3102です。後ろの番号がちょっと見づらくてすいません、39540106です。はい、それではボックスの一番上から
開封していきます。さあ出てくれるといいな、レジェンド。最初の数パックで先ほどのワンボックス目と似たような被り方だったらちょっと怖いんですけど、まずはお蔵入りとキリスギリス、そして2番目は、はい、あ、黄色い、来たコロンブスって言うんだ。おお、来た。これで半ば目標達成。ボックスとパッケージの正面でしか判断してなかったんですけど、レジェンド入ってますよっていう表記はないんですね。いや、これは嬉しい。ってことは今回の取り付きボイスはコロンブス関連なんですかね。続いては魔天王と自己嫌悪。最初のボックスでコロンブス出てこなかったから、まあ、これは多分違うやつらが入ってる可能性は高いですね。あ、なんかコンプリートの光が見えてきました。まだ序盤でこの勢いだから期待感は高まります。神隠しと拡散。続いては、はい、あ、ホロメダル。あ、これは、あ、さっき出たか、桃太郎ニャンとクリスギリス。さあまだ先はあるぞ。はい、あ、これ初めてじゃないかな。チラカシ家来と口滑らし、片付け来の真逆なんですね。散らかすんですね。はい、続いては、お、歌メダル、あっちソウルブラザーズと散らかし家来かぶりです。さあ、あと1枚2枚ぐらいでコンプなんですかね。お、これ初めてだ。なんでなん、太鼓持ち。はい、続いてどんどんいきましょう。あ、歌メダル、いろいろつクローバー Z とたらい回し、そして残りが2つ。さあ、なんかコンプしてるのかな今、ちょっと数えてみないとわからないので、散らかし家来となんでなん、そしてラスト1。さあ、これで見たことないメダルが出たらコンプかな。どうだろう。はい、ポンコツとピントコーン、先ほど出たメダルなんだけど、ちょっとこれからねチェックしてみます。はい、まあ、チェックしてみたところ全てコンプしてましたね。まあ、このレジェンドのコロンブスも出て、歌メダルのいろいろつくろオーバー Z、 そしてピントコーン、そしてあっちソウルブラザーズ、熱い慶応会のメダル、その他にもホロメダルとかノーマルメダルも全部揃ってました。というわけで今回の動画は妖怪メダルステージ3開封動画でした。